すみません。N5 の文法、取り直します。よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。AOJ オンライン日本語。今日は N5 の文法を勉強しましょう。第1課、1回目の文法です。それでは、スライドをシェアします。N5 の文法です。今日は1。N1 は N2 です。N は名詞です。N は名詞です。名詞、noun です。N1 は N2 です。2。N1 は N2 ではありません。N1 は N2 じゃありません。3。N1 は N2 ですか？ N1 は N2 ですか？それではまず1番と。1。N1 は N2 です。Noun 1は Noun 2です。まず聞いてください。1。私は日本人です。私は日本人です。それでは皆さん、言いましょう。私は日本人です。どうぞ。私は日本人です。私はは N1 です。私は日本人 N2 です。2番、聞いてください。ワンさんは学生です。ワンさん N1 は学生 N2 です。ワンさんは学生です。皆さんも言いましょう。3番。私はインドの学生です。私 N1 です。は、インドの学生 N2 です。私はインドの学生です。皆さんも言いましょう。それでは、ここを少し練習します。私は1番、学生、私は学生です。私は学生です。2番、先生、どうぞ。私は先生です。いいですね。では、2番目の文法です。N1 は N2 ではありません。N1 は N2 じゃありません。では、聞いてください。1番。キムさんは中国人ではありません。韓国人です。キムさんは中国人ではありません。韓国人です。皆さんも言いましょう。どうぞ。キムさんは中国人じゃありません。OK です。ではありません。OK です。キムさんは中国人じゃありません。韓国人です。2番。
私は学生ではありません。私は学生じゃありません。OK です。それでは皆さん言いましょう。何番？あの方は医者ではありません。会社員です。あの方は医者ではありません。会社員です。あの方は丁寧な言い方でしたね。あの人は人の丁寧なポライトです。あの方は医者ではありません。会社員です。では、皆さん言いましょう。あの方は医者ではありません。会社員です。それではここを少し練習します。私は会社員。どうぞ。私は会社員ではありません。2番。私は学生。私は学生ではありません。いいですね。じゃあ、次は、私は会社員。学生。どうぞ。私は会社員ではありません。学生です。じゃあ、2番。私は学生。先生。どうぞ。私は学生ではありません。先生です。いいですね。3番目の文法にします。N1 は N2 ですか？ 1 番聞いてください。あの方はどなたですか？あの方はどなたですか？これは質問です。クエスチョン。あの方はどなたですか？方、丁寧な言い方です。そして、どなたも丁寧な言い方でした。これは誰？誰ですね。では、言いましょう。あの方はどなたですか？どうぞ。聞いています。あの方はどなたですか？ですか？かは質問です。クエスチョン。2番。あなたはエンジニアですか？あなたはエンジニアですか？日本ではあなた言いません。私たちは何々さん？キムさんはエンジニアですか？ワンさんはエンジニアですか？さんと言います。では、練習はこちらでしましょう。あなたはエンジニアですか？どうぞ。3番。あの方は日本の方ですか？あの方は日本の方ですか？日本の方？丁寧な言い方でしたね。きっと、です。では、3番、練習しましょう。あの方は日本の方ですか？どうぞ。それでは皆さん、フルレッスンを受けたい方は、AOJ、オンライン日本語にぜひ参加してください。お待ちしています。